時刻は8時25分回ったところです。月曜日この時間のゼロモーニング、ナビゲーターは佐藤真希です。さあ、メッセージいただいておりますけれども、その前にね、もうこの方に登場していただこうと思います。今日は月曜日ですので、もうスタンバイ OK でしょうか。おはようございます。おはようございます。月曜日と言ったらスワヒロミーマンデーです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。だいぶ日の出の時間が遅くなって、うん、ここに来るとき、もう暗い中家出てきません？暗いですね。え、はい、まだ今日ね、本当そうですよね。開けてないそう、今日のこの辺りの日の出の時刻6時40分だそうです。うんうん、うん、全然暗いうちに出てくるから、うん、なんかお日様が昇るのを待ちつつって感じですよね、朝は。うん、そうですね、うん、寒い凍ってる、いろいろ、うん、でもまあ氷点下とは言っても、うん、この時期だったらこんなもんなのかなっていう気はするんですけどね。そうですよね、うん、まだまだこれからですよね。そうそうそう今年はちょっとこうほら夏が長引いてて、あー確かに、ね、10月になってもまだ暑いななんていう日もあったりしたから、うん、半袖。そう、それから思うと、うん、なんかこう急に寒くなってきた気がして、うん、本当だったらこんなぐらいの寒さは、うん、当たり前なのに、当たり前ですよねなんかすごく寒く感じるっていうねそんな気がしてます確かに、うんうん、あります。さて、うん、メッセージいただいてるのでご紹介したいと思います。はい、ラジオネーム頑張れまこちゃんです。はい、諏訪さん、まきさん、そして三度の飯よりゼロモニーというリスナーの皆様、うん、港町横浜から今日も元気におはようございました。おはようございました。おはようございました。今日のメッセージテーマ、走ったなんですけれども、うんうん、ドライバーという職業柄、関東エリア内の現場をいくつか回ると、うん、職場へ帰ってきたところには1日の走行距離がだいたい300キロ前後。わ、先日は能登の手前、石川県羽咋市の往復でおよそ1200キロ。わ、すごい。1ヶ月ほど前は滋賀県と岡山の倉敷へ行き、帰ってきてみたら1800キロちょっと。わ、このぐらい走ると結構走ったなーって思いますねってすごいよね。なんか想像つかなさすぎます、うん、過去一番走ったのが、ね、佐賀県の顧客で、うん、普段は博多からフェリーで重機だけを東京まで船便での輸送と、帰る時はこの逆で東京から博多行きのフェリーなんですが、うん、台風接近の影響で数日間欠航となり、千葉県の職場から佐賀県まで一度だけ陸送で走ったことがありました。往復でおよそ2400キロ。すごい、すごいな。現地の荷下ろし先では手厚い歓迎を受けましたねえ、お疲れ様っていうね、本当そうですよね、うん、最後に余談ですが、今朝運んでいるのは長野市に本社のある会社の杭打ち機。杭を打つ機械、なんかすごい大きそう、重そうですよね、うん、2013年には佐久総合病院の医療センターの施工ですとか、うん、長野駅前、上田駅前の再開発事業などなど行ったようで、うん、会社概要に書いてありましたと。チェックしてるねスタジオ近くの某家電量販店は増改築施工の際に僕が杭打ち機を運搬しました。すごいね、まこちゃん、きっといろんなもの運ぶんでしょうね、うん、すごいな、でもここまでね、うん、運んできてることがあったんですね。ね、そうか、うん、なんかいろいろとこう親近感湧くね、うん、走った、本当によく走ってるわね、うん、いや、私もね、7月以降は家とここ、はい、通勤がね近くなって、うん、あんまり車の走行距離伸びなくなったんですよね。でもそれまではやっぱり1ヶ月に1000キロぐらいは走っていて、だからでもそれってね、この辺りでは普通ってよく言われるんですよね。通勤で使ってる人だとそれぐらい毎日乗ったりするのかなと。そうですね、通勤時間って結構ね、車で30分40分っていう方ね、そうなると一月で1000キロぐらいっていうのが大体みんなね走ったりするって言われて、うんうん、そうなのなんて思ったんですけどいやよく走る、いや頑張れまこちゃんは確かによく走ってるわ、ね、常日頃から、ね、この一番最初のほら、今日はどこどこから
おはようございましたってあるじゃないですか、うんうん、そのどこどこからっていうの自体がまず柵から遠いでしょ、うん、ねそうだよね、そうそうそう、だからそれでもすごく距離を感じるし、うん、わあそこまで行ってるんだっていう風にね思いますねそしてもう一つタンポポひまわりさんからいただいてます、はい、普段車を運転しますが、うん、高速道路は怖くて運転できずにいました。孫のために初めて、うん、運転して走りました、うん、ということなんですけれども、うんうんうん、頑張った高速ね、うん、確かに諏訪さんどうですか。私は、うん、あの免許もあのほら視力足りないから運転できないんですけど、うん、そうそう、だけどやっぱり車であれですよね、遠くまで行くと、うん、なんていうんですか、走ったっていうか乗り疲れってきっとあるんだろうな、確かに運転し疲れとかね、うん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 、だからきっと途中ほらサービスエリアとか、ね、いろんなところでねお休みしながらっていうのはあるんだろうなと思いますけれども、そうですね、うん、高速道路はね確かにそう怖くて運転できずにいました。私も同じで、私もペーパードライバーの期間がすごく長かったんですけど、その後も高速道路って今までに走ったことって一人でね、うん、走ったこと、一人で運転したことっていうのが、まあ、5回あるかないかぐらいですね必要に迫られてどうしても行かなきゃいけなくてっていう時だけですね。ああそうですよね、うん、なんか乗り慣れてない人ってありますよね。そう、通常あの私あの歌のお仕事させてもらってて、うん、あのよく父が車を出してくれてたんですけれども、どうしてもこうなんていうんですか、仕事の場の掛け持ちがあって、うん、母が私を輸送しなければいけないという、うん、事態が起きた時に、うん、母はやっぱり高速道路の運転したことがなかったんですけれども、もう乗る瞬間に、うん、行くよ行くよ行くからねっていう感じで乗ってる方が怖いって頑張ろうねみたいな、こう、うん、私運転してないのに手に汗を握っていたっていう思い出がありますけれども、うんうん、やっぱりあの車で走るって大変なことなんだなって思いました、うん、そう、もちろん緊張感も ね大事ですけれども私あの合流とかね車線変更とかね苦手なんですよね。でもね高速道路は人が歩いてたりしないから、うん、かその方が安全だし走りやすいっていう人もいるんですよ。そうそう、横から車は来ないって、そう、あの一般道だとほら自転車がいたりとか、うん、ありますよ ねありますよね、うんうんうん、あの信号があったり交差点があったりとかするけども、うんね、高速道路は、まあ、あのね車しかないバイクもあるけど、でそういう点では走りやすいっていう風に言う方もいて、そうですよね、いや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 って私は思いましたね。だから人によってってなんでしょうけど、ね、そういう考え方もあるっていうことなんですね。気をつけて走りたいですねどっちにしても気をつけなきゃいけないっていうことなんですけど、はい、それはね本当に思いますね、うん、だからこのタンポポひまわりさんの、うん、この高速道路怖くて運転できずにいたっていう気持ちはすごくわかる、うん、うん、そうですねまあお互いにね、あの一般道でも高速道路でもお互い気をつけて、はい、行きたいところですね、はい、さあ今日メッセージテーマ走ったなんですけど、師走になったっていうことでね、うん、いろいろあの気持ちの面でもなんか世話しなくなってくるし、うん、いろんな人も走りたくなってくるだろうし、ね、純粋にマラソン走ったよとかそういうメッセージでもいいし、うん、ね、どんなことあるかなと思ったんですけど、うんうん、なんかあれですか、12月入って諏訪さん走ったぞとか、この1年走ったなっていうのあります？私本当にね、うん、走るとこけるんで、うん、いや走っちゃダメっていうのは思いましたね。あの落ち着いて、そういう物理的な感じでね、そうそう、物理的に、うん、まあ走るんだったらこう程よく走るって大事かなって、いやまあ物理的にもそうなんですけど、うん、やることもそうかなって、落ち着いてやることって大事かなって、うん、そうですね、逆に思いましたね。焦っちゃうといいことないですもんねそうなんですよね、うん、あっと思った瞬間になんかこう走ってるから、あ、うん、いけない、走らないようにした方がいいんだろうなみたいなね。そう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 何しても焦ってるとろくなことないですからね、うん、そうなんですよ、それは本当に思います、まあ、エピソードはね積み重ねられますけどね、うんはい、さあそれでは時刻8時34分になるところです、はい、一旦お知らせです外壁塗装のことなら久野屋にお任せください。外壁からの水の侵入を防ぐビル・マンションの施工技術、東京でも実績のある塗装で皆様の快適な暮らしのお手伝いを。0120-771-022 0120-771-022 塗装の久野屋。時刻は8時35分回っています。この時間は諏訪ひろみさんに早速スタジオに入っていただきましてお届けしてますよ。はい、メッセージ今日もたくさんいただいてますね、はい、ご紹介していただきましょう。はい、早速いきたいと思いますよ、はい、ともくまさんありがとうございます。ありがとうございます。
マキさん、ひるみさん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。ひろみさん、お元気ですか？元気ですよ。10月からひろみさんのコーナーが、始まる時間から仕事のため聞けなく寂しいですが、元気に頑張っていますということで、ね、お仕事頑張ってらっしゃるっていうことです ね、 本当ですよね。ちょっと早めの時間のお仕事なのかな、こんなもんなのかな、ね、8時半ぐらいからお仕事始まるってことか。うん、そうですよね。だから朝もきっと早いのかな。お疲れ様です。寒くなるけど頑張りましょうね。私のこの時間はYouTube でぜひ聞いてくださいね。スパヒロミチャンネルありますんで、ぜひよろしくお願いします。はい、今日のメッセージテーマ、走ったですが、自分高校の時の持久走大会を思い出します。学校の近くに土手があるんですが、土手沿いを男子は10キロ、女子は 5.5 キロ走ったんですが、すごい。土手沿いなどで、ね、時には強い向かい風で前に進みづらく、体の体温が冷えてしんどかったりしましたが、乾燥し学校に戻ったら PTE の方が豚汁を作ってくれるので食べたのですが、豚汁食べて心身ともに温まるので頑張って走ってよかったと思いました。あ、それもう10キロ走っていうのが大会になってるってことですね。そうやってほら豚汁作ってくれるってことは、そうですよね。男子は10キロ、女子は 5.5 キロ、高校生ですよ。きついな。なんか小学生ぐらいだったら頑張ったかもしれないけど、高校生の時、私ね、競歩大会ってあったんですよ。21キロぐらい歩いたんですよ。この辺の学校でもそうですよね。走ったり歩いたりするイベントよくありますもんね。もうね、あの足が豆だらけで、次の日の登校が辛かった。なるほどね。授業頭に入らない。次の日休みにしてほしかったなっていうのを覚えてますね。ね、そして、久々にひろみさんへのリクエストということでいただきました、キロロさんの冬の歌お願いしますということで、はい、冬っぽくリクエストがなってまいりました。ね、そうですね。ともくんはさん、ありがとうございます。8時50分過ぎから歌っていきたいと思います。はい、はい、あと1分弱ですが、一つメッセージいけます？じゃあいっちゃいましょうかね。いけるかな。キラキラ星ももさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ひろみちゃん、まきさん、リスナーの皆さん、おはようございます。おはようございます。おはようございます。冬到来、寒い寒い朝ですね。本当です。テーマ、走る。先月の話ですが、長野の病院に 10年検診に行くとき、上田駅を8時33分の品鉄に乗らないと間に合わないので、7時45分にスクーターで家を出ました。キラキラ星ももさんは上田の方ですよね。いつもの道を上田駅に向かおうとしましたが、車がいっぱいで渋滞、別の道通っても渋滞、パトカーとおまわりさんにいっぱいでどこに行くのと聞かれ、駅と言ったら、ちょっと時間が、CM に CM に失礼します。ごめんね。登山電車で行く絶景露天風呂の宿、小諸石の温泉時和館、1年を通して季節の企画満載、地元東新地区限定お得なプランもあります。詳しくは時和館ホームページか電話 22-0516 まで。諏訪ひろみのシングソングサークダイラー。風に舞い上がる白髪の花、どんなに涙止めどなく流れても、飛び立てばいいさ。諏訪ひろみのシングソングサクダイラー、登山列車で行く絶景露天風呂の宿、小諸菱野温泉時和館の提供でお送りします。さあ、それではメッセージ紹介は一旦ね、ちょっと中断いたしまして、はい、今日も時和館情報よろしくお願いします。はい、諏訪ひろみがお送りいたします。今週の時和館情報です。情報その1、忘年会新年会のご予約受けたまり中です。忘年会新年会のご予約、10名様以上で小諸市内、佐久市内の送迎も可能ですよ。
お泊まりは 14,450 円から、お日帰りは 5,550 円からです。ぜひご利用ください。情報その2です。菱野温泉がゲームとコラボしています。アリスギアアイギスというゲームで、12月10日まで開催されるイベントの中に菱野温泉が舞台として登場しているそうですよ。期間中ゲームとコラボしたイベントを開催しています。時和館ご利用のお客様にオリジナルポストカードが配布されています。ポストカードはフロントのカウンターで配布していますよ。カードだけの配布はしていません。できれば宿泊してもらいたいのですが、売店なり入浴なり何か時和館を利用していただければ、ポストカードを差し上げます。これとっても可愛いので、うん、キャラクターが描かれてるんですよ、はい、ぜひ、ゲットしてください。はい。情報その3です。お休みの情報です、うん、今月のお休みは12月7日木曜日、12月、そうですね、14日の木曜日、うん、となっております。昼間は蜘蛛の助も大浴場もお掃除でお休みする予定ということで、うん、お日帰り入浴をね、ご利用の皆さんはお気をつけください。情報その4、12月から登場した新しい献立の紹介です。お、12月から新しく信州サーモンのしゃぶしゃぶのついたプランを実施中です。ブリしゃぶとか、うん、いろんなしゃぶしゃぶ時々見かけますが、うん、信州サーモンしゃぶしゃぶ、珍しいと思いますよ、うん、試食しましたが結構美味しいです。お、これ気になりますよね。ということで、以上が時和館からの情報でした。はい、ありがとうございました。今週木曜日と来週の木曜日、7日と14日はお休みということですので、はい、ご注意ください。はい。さあ、それではメッセージいただいている、さっきね、ちょっと途中になってしまったので、ごめんなさいね、紹介したいと思います。ご紹介お願いします、はい、キラキラ星ももさん、紹介していきますよ。テーマの走るについてのお話でしたけれども、はい、上田にお住まいのキラキラ星ももさん、上田駅から信濃鉄道に乗って長野に行く時の8時33分の電車に乗らなきゃいけないのに、うん、具体的そう、間に合わない、困ったっていう感じの時で、うん、渋滞、別の道を返しても渋滞、うん、パトカーとおまわりさん、なんででしょうね、いっぱいいて、うん、どこに行くのと聞かれた、駅に行くんだよと言ったら、また回ってって言われたそうです。ずっとずっと回って、駐車場の係の方に、バイクを預けて、足を引きずりながら走って、ギリギリなんとか間に合いました、うん、駅に着いたら8時半だった。でもよかった、間に合った、えらい、すごい、うんうん、久しぶりに走りました、ということでね、でも本当に間に合ってよかったです。だけど気をつけなきゃいけないですよね、これね、転んだしないようにね。こっちに来てから思うのは、うん、電車1本逃すと大変っていうねそれがあるのでね、まあ、1本行っちゃってもまあ5分後に来るかっていう、その関東の感覚だとちょっと違うのでもうね、本当にね私走ってね、番線間違えたとかね、あると最悪ですよね。なんか隣の番線を電車がヒューいくみたいな、ね、あれどうして私こっちにいるんだろうみたいなねいや本当こっちはね、逃しちゃいけないってのはすごくありますね。そう、本当なんですよね、はい、皆さん気をつけて走りたいと思います、はい。リクエスト曲、私のオリジナル曲から時の翼をいただきました。ありがとうございました。後ほど歌っていきたいと思います、うん、さあメッセージ急がないといけないね、はい、スワッチさん、ありがとうございます。どこだ、マンデーさん、里巻さん、皆さんおはようございます。おはようございます。おはようございます。クリスマスも近いということで、全国各地でイルミネーションが綺麗ですよね、うん、本当ですよね。クリスマスイベントある東京ディズニーリゾートは特に人気の高いスポットではないでしょうか、うん、本当ですよね。さらにディズニー、創立100周年だということで、公式のディズニーショッピングサイトではたくさんのグッズ販売がされていますね、うん、興味のある方は一度ぜひ覗いてみてはいかがでしょうか、うん、これ覗きたいけど覗いたら大変かもしれない、私買っちゃうかもしれないということで、10月1日から
パークチケットも値上がりし、はい、高い時だと大人は1人1万円を超えてしまいますよね。そうですね。例えば夫婦と小学生中学生の親子4人の場合、クリスマス近辺ですと合計3万5千円を超えますし、それに加えて食事やお土産、それに交通費、考えると現実に引き戻されてしまいますが、今の、国際情勢やら経済状況からすれば妥当なのかもしれませんね、ということで、なんかキラキラな話題とさ切ない話題と来たぞ、ね、あの行ってきたよっていう話題でもなくあの高いねっていうそっちのね、なんかこうあの世を切って切なくなったぞそこで今日のリクエスト曲、さあここから明るくいけるかな、ディズニー映画アラジンからアホールニューワールドなのですが、マーデーさんはこんな寒空は魔法の絨毯で飛ぶよりこたつでゴロニャンの方がいいとおっしゃる可能性がございますので、そうですね、こたつに入って魔法の絨毯で飛びたいかな、ミュージカルキャッツからメモリーをお願いしますということでリクエストをいただきました、はい、スワッチさんありがとうございます。続いていくよ、おたまじゃくしさんありがとうございます。ありがとうございます。ひろみさん、佐藤真希アナ、リスナーの皆さんおはようございます。朝車のフロントガラスが凍る日が増えてきましたね。山は雪、スキー、スノボーの季節です。昨夜弟が美味しいおやきを届けてくれて公民館まで走りました。久しぶりにダンスしました。すごい、トレーニング効果、息は切れませんでした。かっこいい、鍛えてる甲斐ってありますよね。でも本当気をつけて走りたいですよね。はい、ひろみさん素敵な歌声毎回ありがとうございます。今日も楽しみにしています。逸話真由美さんの恋人よをよろしくお願いしますということでいただきました。後ほどこちらもお届けしたいと思います。そして引き続きまして、主任トントントヤマさんからいただいております。マキさん、マンデースバさん、皆さんおはようございます。おはようございます。走ったエピソード。普段は車を運転しますが、県外へ出かけるときは新幹線などの交通機関です。車の場合は時間など自分のペースですが、新幹線となると出発時間待ってくれません。まあそうですね、駅内を走ることたまにあります私もあります前にあったことでは、新幹線は大宮駅から乗ることが多いのですが、都内から埼玉県に向かう在来線でトラブルがあると、遅れが生じ、その日は大宮駅在来線到着から新幹線まで15分、この十分な時間ですが、遅れ8分で7分で切符買って乗り換えホームまで走りました、焦りますよね。でもこう冷静に走った感じですね、トントンと山さんはね、私はちょっとダメですねお二人は車が主だと思いますがどうでしょう。まあ、今は車ですけど、でも柵から出るときは私も電車ですね、新幹線とか、気をつけないといけないですよね、でも車の方がなんか時間が読めなくて私はあんまり好きじゃないんですよね。なんかね、駐車場を入れる時にトラブルとか、なんかいろいろ駐車場あるかなとか、そうそう空いてないとかね、遠いところに止めなきゃいけなくなったとかありますよね。本当ですよね。私はもうずっともうほら電車の生活で慣れてきたので、そっちの方が時間も読めるし楽私は番線間違いだけ注意だなあと出口間違いだなはい、マンデースバさんのマートリクエストということでいただいております。昨日の JRA の競馬のレース、レモンポップ号が見事優勝ということで、米津玄師さんのレモンということでいただきました。ありがとうございます。マキさん、もう一つメッセージ、はい、これ来たよ、マキさんのいつものやつ、はい、ファンファンさんからです。はい、ですね、 FM サクダイロ、今お聞きのリスナーの皆さん、スワヒルミマンデーさん、マンデーマキちゃん、元気ですか。元気です。元気です。今日もよろしくお願いします。お願いします。はい、クイズ形式のまたリクエスト、ヒント、クリスマス前だよ、間違いない、いきます急いでリンリンリン、急いでリンリンリン、さーてなんだ。これね、また難しいと思う。それサビですか。
わかんない。なんだろう。正解は、うん、スワヒロミさん、違う、アワテンボウのサンタクロースあれ、そんな歌詞でしたっけ。そうそうそう、正解スワヒロミさんで間違いないって書いてある確かに。あ、でもその曲だったらあの歌詞の冒頭の方が分かったかもしれない。そうですよね、うん、題名歌ってるしあとね、ラジオネーム梅ちゃんからも今来ていて、はい、あのね、生歌リクエスト来てるんですけど、これごめんなさい、渡せなかったから来週でいいかな、はい、あのユーミンの卒業写真お願いしたいっていうことだったので、来週っていうことでね、梅ちゃんいいかな、はい、ごめんなさいね。ひろみさん、まきさん、リスナーの皆さん、おはようございます。はい、土日高校時代の友達とお泊まり女子会&忘年会してきました。楽しそう。源泉かけ流しの温泉にゆっくり入り、朝晩バイキングの料理をめっちゃ食べてきました。夜はどこかの高校生たちと一緒で一斉に立って取りに行くから、あ、なくなると思い、私たちも10代の若者たちと同じ胃袋だと思ったらダメですね。全部食べられるんじゃないかというくらいお腹が空いていたから、いっぱい持ってきたはいいけど途中からお腹がパンパンに。無理やり詰め込み、部屋で夜中の1時過ぎまで語り明かしました、うん、すごく笑った楽しい時間でした。また次回も楽しみですといただきましたよ。あ、楽しそうだな、ね、楽しかったんだ ね、 ね、 いいですね、うんうん、でこの梅ちゃんからのリクエスト、はい、あの諏訪ひろみさんには来週これ渡します。ちょこっと頑張る。あ、本当に、うん、頑張る。じゃあこの後いいですか。多分もうね、時間的にそろそろ生歌の時間なので、うん、いきます。はい、ではよろしくお願いします、はい。人混みに流されて変わってゆく私を、あなたは時々遠くで叱って、こんな心に届くよ、ウィンターソング。あなたを教えてくれたメモリー、仰ぎ見て月を、思い出をたどり歩いて行けば出会えるわ、幸せの姿に新しい命に。枯れ果ちる夕暮れは来る日の寒さ物語、雨に壊れたベンチには愛をささやく歌もない。きっともうこれ以上傷つくことなどありはしないとわかっている。あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ、そのすべてを愛してたあなたと共に、胸に残り離れない苦いレモンの匂い。雨が降り止むまでは帰れない。
今でもあなたは私の光、あなた好きよ、悲しいくらい時を渡る翼があれば飛んで行くよ、あなたのもとへ、夜の銀河を駆け上る流星のように、慌てんぼうのサンタクロース、クリスマス前にやってきた、急いでリンリンリン、急いでリンリンリン、鳴らしておくれよ鐘を、リンリンリン、リンリンリン、リンリンリン。ありがとうございました。エコー聞いちゃった、ありがとうございましたありがとうございました。さあ、富山 37B さんからもメッセージいただいてます、はい、おはようございます。おはようございます。12月に入って年末まで、うん、曲も番組も駆け抜けましょうというふうにいただきました。ありがとうございます。諏訪博美の生歌リクエストも走るよもう私たちもね、年末年始に向けてね、はい、忙しい状況になっているので、頑張りたいと思います、本当です。体調気をつけながら頑張りたいです。はい、まあ、残り1分となりましたので、はい、挨拶もしときましょうか。そうですねそれでは皆さん、はい、今日も元気にいってらっしゃい。サクダイラーグッドラックステーションゼロモーニング、ナビゲーターは佐藤真希と月曜日の諏訪博美でした。それではまた、バイバイ。